こんにちは、中身です。今日はお肉料理。なんか、低温調理ってみんな最近好きそうなので、低温調理また新たに、いいのを思いついたんで、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。今日は近江鴨という鴨を使います。これ鴨無駄肉ですね。滋賀県の近江鴨。ネットでね、なんか買えるサイトありました、近江鴨。これね、めちゃくちゃ美味しいんでおすすめです。やっぱあと、別に海外のものはどうこうというよりも、国内のものってすごくやっぱり綺麗だし、お味も雑味がないし、ここの近江鴨も本当に赤身も強い割に、全然こう、血の香りが悪くない。すごくジューシーで美味しいですね。これで 455g って書いてますね。ちょうどいい大きさだと思います。まずは、軽く掃除するならば、普通にこの近江鴨、本当にさばき方も上手で、本来このヒレって言われる鴨の胸肉だけがこう売られているんですが、こちらの場合は、もともとこういう鴨の状態からすると、もう腕が、もう一個ここにも胸肉がついていて、これ腕を上手に骨をきれいに抜いてくれてて、もうヒレ一つになっていて、で、腕のところの肩肉もね、つけてくれている状態ですね。まあ僕何度もいただいてるんですが、とにかく美味しくて、こういうね、本来こう白い、目立ったこう白い筋、取りましょうなんてあるんですけど、ぶっちゃけ取らなくていいなって感じです。なんならこれも焼いて美味しく食べれちゃう。ただもし気になるとこの血管のところ、この血管の強いところだけちょっと取ってもいいのかなっていうぐらいです。あとは、油のところも筋のところも本当に取らなくていいんじゃないのかなと思います。あんまりえぐってね、取りすぎても、キリがないので、なんならこういう白い筋も、もうちょっと取りたいなというのは取ってもいいけど、取らなくていいと思います。で、骨付きであれば、本来もうここに皮に切り目もつける必要ないんですが、低温調理する場合、このままじゃなくて、このままだとやっぱり水系というかジュースが抜けちゃうので、少しでも壁を作っておきましょうということで、焼き色をつけます。で、その焼き色をつけるときに、少しね、縮みを減らしたいのと、油を少し、減らそうかなっていうように思うので、身に傷がいかない程度、皮だけの部分に、少し切り込みを入れて、油はけと縮みを少し減らすために軽くだけ切り目入れてます。で今回は、焼き色だけなので、ちょっと、火にかけて、あらかじめフライパンを熱くしておきます。オリーブオイルあんまり必要ないんですけど、最初乾いた感じに焼けるので、馴染む程度のほんのちょっとだけオリーブオイルします。で、鴨には、塩コショウ。塩。両面に塩と、コショウ、白コショウ。そうしましたら、焼き色をつけていきます。あんまり強すぎると、なんかこう黒く、乾いた感じに焼きやすいので、ちょっとね、間に皮と、フライパンの間に油がちょっと入っているかなっていうのをイメージしてやってください。まだ優しい色をね、これぐらいで、ね、もっとつけますきれい。はい。ではだいぶね、色がついてきました、ね。こんな感じ。で、腕の方がついてないので、腕の方とかついてないところだけ、ちょっとこう、しっかり当てます。じゃあ、こんな感じで、だいたい色がしっかりときれいについてましたね。美味しそうな。そうすると、今度は身の方は、ちょっと一瞬だけ色が変わる程度に、仕上げのところに、ちょっと油を、もう一瞬でいいです。こうやって色が変わる。これで OK です。そしたら、こういう状態になったので、一回これを、このまま、冷まします。このまま65度 C のお湯の中に袋に入れて火を入れていくんですけど、中心温度が約54、5度ぐらいまで持っていくのかな。そうすると65度の外気というかそのお湯でどんどん火を入れていくんですけど、真空になりにくいというか
中でこうパンクしやすいので、まずはある程度ちゃんと粗熱がしっかり取れている状態から真空かけてください。じゃあ、粗熱取れて、まあ、表面だけの、まあ、しかね、熱い部分はなかったので、そしたら冷めれば、真空パック。うちはまあ、もちろん真空機があるので、真空パックしちゃいます。でもしなかったら、ジップロックみたいなところにこう入れたら、こうしっかり空気抜いて、で、ジップロック足したら、なるべく空気抜いて、お湯の中になるべく入れると。で、そう、少し真空圧で空気もちょっと抜けていくようなことを、努力してやってみてください。では、真空パックしちゃいます。はい、これで真空パックできてますね。はい。はい、で、まあ、少しやっぱりね、血をどうしてもジュース出やすいんですが、まあ、壁を作ることによって、それは、ね、少しでも軽減できると。低温調理器なかったら、うちこうやって温度計をお湯に挿して、アルミホイルで止めているんですけど、原始的に。これで今65度ですね。で、これにジャポンとつけて、まあ、うちこれ、ここは家庭用の IH なので、これでちょっと65度を設定して、それであんまりいかないように。で、たまにね、15分、20分おきにパッと見たときに、ああ、上がりそうだと思ったらお水足すとか、少し減らしてお水足すとか、ちょっと、熱いお湯足すとかして、火を入れるとかして、65度で保たせてください。